おはようございまっちょ、フォルテです。 YouTube をやる以上やりたいことがあって、大食い企画、そして冷凍食品 600g 肉飯を食べていきたいなと思いまっちょ。いやね、やっぱりね、冷凍食品ってすごく美味しいんよ。特に日本、まあ、アメリカの時の冷凍食品ほんままずすぎて帰りたくなったんやけど、日本のは美味しいけん、とりあえずこの 600g をチンしていきたいなと思いまっちょ。匂いがうまそう。お皿をのっけて食べましょう。牛カルビ美味しそう、美味しそう、牛カルビが美味しそう。まずこうやって600g。 どうや、ドッグフードみたい。美味しそう、早く食べたい。サランラップ。すげえ、これな、初の大食い系、楽しみ。これやばくない？でかすぎ。よっち、いけ、待つ。できました。 600g とマッチョの友達コカ・コーラゼロ、これを大食いしていきたいなと思いまっちょ。それではいただきまっちょ。うんめ。あっちあっちマジマジ。あーうめえ。これうめえわ。ね、冷凍食品のおすすめとかってある？教えてほしい。最近冷凍食品に超ハマってて。うまい。うまいな、ほんまに。日本って本当にいい国だと思う。こんなに美味しい冷凍食品が300円ぐらいでこんなに食べ放題。これだって5袋買っても1500円やで。いや、すごくね。あんま外食行かんようにしたいの、高いけん。そしてあんまり足りんけんさ、やっぱ自宅でご飯3合とか食べてしまうんやけど、うまっ。ほんまにうめえで、これいけるで。全然うまっ。マジでうめえな。やべ、うますぎてほんまに止まらん。え、いいかな、全部食べちゃって。いいっすか。あ、ありがとうございます。ちょ、うまっ。ほんまにうめえわ。やっぱな、男の一人暮らしこういうことができるけんな、お母さんとかおったらな、怒られるけんな、こういうことしたらほんまに何回も怒られてきたけん。コカ・コーラゼロも最高。うめえな。洗い物がだりんやな、でもご飯食べるのって。洗い物がなかったらね、全部捨てるタイプやったらすげえいいのになっていつも思う。この皿とかはもう食べ終わったらもう捨てる感じが一番楽。紙の皿に、いやでもエコじゃないな。マッチョはエコじゃないとダメやしな。マックとかな、あんま食べんのよ。やっぱな、安いって言われてるけどな、高いんよ、足りんのよ。全然チーズバーガーとかだって 5個ぐらい食べんと足りんけんさ、結局1500円ぐらいでいくやん。あーうめえ。久しぶりにこんなにご飯たくさん食べた。いつもね、食べても1合ぐらいにしとんよ、やっぱ太りたくないけん。今日はちょっとやっちゃいました。おいしい。 YouTuber の人ってさ、食べよるときってどんなこと喋るよ。なんで俺一人でカメラに向かってずっと喋り続けて食べてるけど、恥ずかしいな。ピアノとかやったらずっと弾くだけで、それ映すだけでいいけど、食べながら喋るって恥ずかしいわ。でもやります。香りが素敵で、なんて美味しそうなの。これどんな味かっていうと、油をぶっかけて、ちょっとピリ辛なのキムチをぶっかけて、焼肉のタレぶっかけて、カルビぶっかけてみたいな、ぶっかけご飯。うまいよ。どんな味？これどんな味なんじゃろう。醤油？みりん？いや、からし？わさび？俺味覚音痴なんよ、マジで。
基本何でも美味しい。でも女性の味方やろ。だって手料理とか出してもらってまずくてもまずいって言わせる、美味しいって食べるんで。どうや。でもほんまに美味しいと思ったよ。バカやけ。あ、今日髪切ってきました。なんか美容師の初めてお姉さんに切ってもらったんよ。お姉さんが美容師で、ちょっとお兄さんなんか顔濃いっすねみたいなこと言われて、どことのハーフですかって聞かれたんよ。でけんちょっと美容師さんに調子乗って、父と母のハーフですって言ったらすげえ滑った。全然もう一袋マジでいけるわ。うまかったー、ごちそうさまっちゃ。皆さん、こんな動画でもよろしければいいねとチャンネル登録をしてください。お願いしまっちゃ。見てくれてありがとね。よければグッドボスててなんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボ、マッチョ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 。